グランパンパースです。長谷川玲奈さんの件、渡辺あゆささんの件、菅原莉子さんの件をご紹介いたします。まず長谷川玲奈さんのラジオドラマを聞きました。いや、うまかったです。あのですね、声優としてのトレーニングってまだ始めたばっかりなんでしょうけれども、まあ、なんでしょうね、いろいろと声優オタの人にとってはいろいろ言いたいことはあるのかもしれませんが、でも全然トレーニング始めたばっかりっていうことに関して考えるとうまかったと思いますね。二役やってました。で、今画面にちょうど映してるんですが、私ラジコプレミアムに入って、それで MBS ラジオを受信してリアルタイムで聞いたんですけれども、どうやらこの今 MBS ラジオのサイトの方に来たんですがね、今映ってる通り再生ボタンがあります。この再生ボタンを押したらちゃんと聞けるようなので、聞けなかった人たちでも安心してこれ聞くことができます。一番最初の中尾流星さんたちのナレーションからちゃんと入ってましたね。はい、何しろフリーザ様の声なんでね、優しいフリーザって感じで、とてもその部分も聞いていてなんだかほっこりしますよ。ちなみに MBS ラジオ、ラジオドラマなんかでググるとすぐこのね、ラジオドラマやってますっていうサイトがおそらくは検索候補の上に来るはずなので、ここから来てもらえればって思いますね。二役やってたと言いましたが、まだ聞いていない方いらっしゃると思いますし、まあ私がバラすのもちょっとあれなんでね、まあその役柄のね、名前がね、NGT48 のメンバーの名前とちょっと被るところもあって、そこもちょっとほっこりします。あ、安心してください、そのメンバーはほっこりするメンバーなんで。そしてほっこりつながりでもう一つ、渡辺あゆささんのショールーム、まずね、6000人をね、2日目で突破したというところがありまして、いや、すごいことなんですね。そしてほぼ毎日これからもしかしたら配信をしてくれるのかなっていう感じで、実は昨日もね、仕事終わって帰ってきて30分ぐらいは見ることができまして、あゆささんの声はとっても癒し系の声で、いや、とても良かったです。仕事側の私は肉体労働系なんで、しかも野外なんでね、暑いんでね、夜になったらね、暑くないかと思いきや、実はちょっとね、京都の盆地みたいな感じで熱がこもる場所にいるもんですから、ずっと暑いんですよ。でもね、帰ってきてね、癒されましたね。いや、良かったです。あの、多少ワインとかも飲みながらね、聞いてますよ。はい、まあ、最近チェックするもんが多くてね、動画更新頻度ちょっと減ってますけれども、もともと応援するつもりだったんで、ね、皆さんをね、 NGT48 の頃から今に至るまでね、だからそれはそれで、まあ、本来私がやりたかったことというか、当初の私の考えだと NGT48 でずっとやっていてほしかった、特に山口真帆さん中心メンバーとしてやってほしかったみたいなこともありますが、蓋開けてみたら離れた方が全然良かったですね。こうして渡辺彩さんもね、ショールームで頑張っているし、もうこの際だからね、アマチュアでトップとかになってもらっちゃってもらいたいですね。今日は渡辺彩さん16時からのようで、ちょっとこれは私見れないんですけれども、まあ、ツイッターとかでもきっと感想をあげてくれる方いらっしゃいますしね、だからまあ感想とかお待ちしています。よろしければコメント欄などにもお願いいたします。今日16時からにしたのはね、おそらくこの菅原莉子さんが27時30分からグノシーのね、ライブで番組をするからってことを、それに合わせたんだと思いますね。実際昨日のショールームでも21時は避けた方がいいねみたいなコメントをしていた人もいましたし、まあ、そうですね、その辺はもちろんそうだと思います。結構ね、21時から22時の配信というのが何日かあったんでね、まあ、とりあえず何日何回も更新をショールームをやってくれているってわけで、動物の森の話もしてましたよね。ちょっと私としては嬉しかったし、動物の森のねこと言った時にコメントしようとしたんですけどね、なんかねコメント欄が変になっちゃって、でコメントはできるんですよね、一応ね、グランパンパース&ミスターサンセットでコメントしてます。ちなみにアバターの作り方よく分かってないんで、なんだかあの女の子みたいなアバターになってますけども、もし見かけたら、まあ、見かけたら別に何にもしなくていいですけど、あ、こいつ来てんなって思ってください。まあ今日もね、これから仕事に行ってきますんで、帰ってきたらまあタイミング的に21時半の菅原莉子さんのね、グノシーライブですかね。そもそもグノシーってのもよく分かってなくて、
昨日ねインストールをしたばっかりなんですけども、とりあえずチェックしようと思います。渡辺綾沙さんがね TikTok しか今 SNS をやっていないような話も聞いて、あ、まあその何日か前の情報なんで今わかんないですけど、だからその詳しい情報とか告知っていうのはその TikTok で見れるってことなんですかね。 YouTube は自分ではもちろんやってますし他の方は見てるんですけど、 TikTok 正直若者のやつでねあんまりよく分かってないんですよね。見て面白いかどうかっていうのも分かんないんですけど、ただ渡辺愛沙さんが TikTok やってるんだったら、やってるっていうかそこで情報を流してるんだったら私もインストールした方がいいのかなっていうね。まあこの動画撮ってる段階でまだインストールしてないんですけどもね。 TikTok な、なんかちょっとあんまりねTikTok に対してのイメージって良くないんですけど、広告が昔とってもうざかったことがあるんで、まあでも若者のね文化として定着はしておりますね。 YouTube とはだいぶ趣を変えるコンテンツだと思ってますが、まあ TikTok の話はまあそんなにいいんだ。まあ渡辺あゆささんのためなんで TikTok インストールします。そんな感じで長谷川玲奈さん、菅原理子さん、渡辺あゆささんのことをちょっと話してみました。仕事前にこうやってね応援してるメンバーのことを話してテンション上げるっていう効果もあって、いや、いいことですね。みんな活躍している。 NGT48 に関してもね、中井理香さんとかがちょっとしたことで今やってますんで、週刊プレイボーイの連載してるんですね。あれに関してもちょっとなんか少しはあるんで、また趣を異なる話なので別の動画で語りたいなって気もしてますかね。まあそんな感じで失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。